こんにちは、いちごタルトです。前回の動画で阿寒湖の周辺を行ってきたんですけど、今回は摩周湖屈斜路湖の方に行ってみたいと思います。で、地図的には割と北海道の中では近い方にあるんですけど、阿寒湖から1時間半ぐらいドライブして、まずは摩周湖のもうちょっと上の方にある神の子池っていう水がすごく綺麗な池に行ってみたいと思います。今ちょっとガソリンスタンドを見つけたので休憩入りました。全然ガソリンスタンドないので本当に見つけるたびにちょっと給油しとこうと思います。本当にガソリンスタンドがないっていうか、町から町の距離もすっごい遠いし、ガソリンスタンドが全然ないので本当に気をつけないとやばい、ガス欠になる危険があるので、みんなが北海道はガソリン本当見つけたりら入れた方がいいって言ってたのが分かりました。どういう意味なのかよし、じゃあまた出発します。そういえば前北海道来た時、栄っていう地名もあったり、なんか中部地方と関係のある地名も多くて、おおってなったのを思い出しました。熊出没注意の看板がある。熊の目撃情報がありましたって書いてありました。ここからはちょっと地面が悪い、熊がいるそうなので、この日本一周北海道編で一回遠くでいいから車に乗ってる時にちょっと熊を見たいな見ない方がいいのかもしれないけど、野生の熊を見てみたいと思って、ちょっとでもね、なかなかね、本当に遭遇したら危ないし怖いし、どこかで入れたらいいなと思うんですけど、知床の方に行った時にちょっと見れたらいいなと思ってるんですけど、そこでも見れるかどうか、ここも案内の観光パンフレットによく掲載されてるとこなので、観光客の人は多いんじゃないかなとは思うんだけど、どうなんだろう。しました。神の子池。この池はカムイと神の湖と呼ばれてるんだ。摩周湖の伏流水からできているという言い伝え、神の子池。倒木が青い水の中に腐らず化石のように沈んでいます。年間8度。すごい、写真見ても綺麗な感じだったんで、タルトもカメラを持って行きたいと思います。で、熊出没注意の看板が
今年の5月26だから3、4ヶ月前に出没してるみたいなので、まあね、人がいっぱいいるからまだいいとは思うんですけど、注意しながら行きたいと思います。まあ全然ねえ、先日昼間、怖いね。近いのかな、ここがもうそうなのかな。すごい綺麗、水が。すごい、めっちゃ青い。カメラワーク、神の小池、見えますか？めっちゃ青い。どこから撮るのがいいんだろう。木が邪魔だからこっちかな。すっごい青い。あの来る途中の下の方全然青くなかったからと思ったらめっちゃ青い。あの真ん中のとこだけ青い。なんかボコボコしてる。あそこから湧いて、さっきの川の方に行ってるのかな。大きいお魚もいる。本当に青いのかなと思ったけど本当に青い。あっちの方は本当に青くないんですけどね。こうやって来ると青いのかな。それか青いけど藻みたいなのがあって、あのあそこら辺は湧いてるから砂地で青く見えるのかな。ちゃんと遊歩道も整備されてて歩きやすいからめちゃくちゃいい。もうこっちの方は本当に山だから、本当にクマとか出てきてもおかしくないような感じの中にこの池があって、本当神秘的です。見つけた人が本当にすごい。ぐるーっと回ってこれて、裏こっちがどっから見ても青いし綺麗。駐車場の方まで戻ってこれました。ぐるっと回って、でもやっぱこっちの方に来ても砂っぽいところもあるけど青くないから、どういう仕組みなんだろう。はい、神の小池見てきました。本当に青くてめっちゃすごかった。めっちゃ綺麗な、あの美瑛の青い湖とはまた違う、こっちは透き通ったすっごい綺麗な水色な青でした。めっちゃ来れてよかったです。で続いては、屈斜路湖の方に向かって砂湯っていう、地面掘るとお湯が出てきて自分で足湯が掘れるっていう砂湯が体験できるところがあるので、屈斜路湖方面に向かいたいと思います。うわ、帰りもすごいボコボコ。行きたいんですけど電波がなくてナビがちょっと効かないので、でも右から来たから左に行ってみます。すごい、あの正面のお山煙が出てる。さっきリスが横から飛び出してきて、おおと思ってブレーキかけたんですけど、
ら結構リスさんも多いですね。運転してると本当にトンボとか蝶々がすっごい車の目の前を通ってる漂ってて、結構あと普通のちっちゃい虫もすごいフロントにいっぱいついてます。一時停止標識で道路52号を右方向。1回移動すると長距離だから、1回移動するたびに本当にフロント部分がすごいことになっている。硫黄の匂いがする気がする。ここら辺もさっきの噴火っていうか煙が出てたのがあれかな、川湯温泉。めっちゃ硫黄の匂いがする。クッシー街道、クッシャロコにもクッシーっていうネッシー的なのが伝説があるみたいです。見えるかわかんないけど右手がクッシャロコです。広い、大きい、すごいすごい、めちゃくちゃ大きい。アカンコもすごい大きかったけど、アカンコのほんと何倍も大きいから、ほんとに大きいですよね。琵琶湖から琵琶湖よりはちっちゃいんだろうけど、それでもすっごい大きい。駐車場も広い、めちゃくちゃ広い。経路へ進む。はい、到着しました。レストランとあそこにクッシーがいます。早速で砂湯とクッシャロコちょっと渡っていきたいと思います。湖畔から温泉が出ますってあそこに書いてある。カルデラ、クッシャロコ、砂湯、あでももうやってる人いっぱいいる。あそこスコップで掘ってる人もいるけど、ここのあの椅子もあるんですけど、掘ると出てくるみたいです。でもこのクッシャロコ本当に広いですね。こっちからあっちまでアヒルボートもある。広い。ここであのスコップも借りれるそうなので借りたいと思います。元祖って書いてある。砂湯クッシー、青いんですねクッシーは。で大きくコラーゲンソフトクリーム推しかな。すごい押されてます。です飲める温泉だって。飲めるんだ。どうですか。すごい、よくわかりません。はい、で今から砂湯を体験したいんですけど、スコップをさっきのあのお店になくて、多分あっちのお店にありそうなので、掘る用のスコップをレンタルしていきたいと思います。3時間300円でレンタルできるみたいです。あの 手でこうすくうスコップじゃなくて、ちゃんと大きいやつだからがっつり掘れそうです。300円でレンタルしてきました。なんかこっち2種類ぐらいあって、長くてちょっと重いけど大きい、もう一個は細いけどちょっと軽いから、どっちが掘りやすいかわかんないけど、ちょっといっぱい掘れるように大きい方にしてみました。でこの左側のあの看板のところがあったかいですよって教えてもらったんで、あっちの方を掘ってみようかなと思います。掘るとあったかいんだ。そう、温泉が湧いとるの。そうだね、そう、うん、九州の指宿。あーね、え、あ、そうか、うん、それだ。もう湖畔沿いは掘られているけど、ね、あっちの方があったかいですよって言っとったけど、結構壊れかけの椅子が多いかな。座れる？これはどう？背もたれあった方がいい？本当に湖が広い。この湖を見ながらの足湯は最高ですね。あ、見て見て、煙出てる。見えるかな？
見えるかな。見える？湯気が出てます。でも向こうは多分湖を冷たいんですよね。ちょっとここいい感じに、まあ、掘られているのかよくわかんないけど、ちょっとへこんでベンチもあるのでここを掘ろうかなと思います。はい、じゃあ今から掘っていきたいと思います。ちょっとなんか掘られてるとこもあるんですけど、一回掘ってみます。どれぐらい掘ったら出てくるんだろう。結構でも入る。あ、出てきた。出てきました。もうこんなに溜まってる。すごい。下掘りで下から出てきてるんですよね。じゃあちょっと触ってみたいと思います。熱いかな、ぬるそうですけどね。こういうのどれぐらいなのか。あ、熱い。結構熱い。足湯で入れるのかなっていうぐらい熱いです。すごい。でももうこんなに出てる。なんか嬉しいですね、こんなにすぐ出てきてくれると。ちょっとあの湖の方はどれぐらいの温度なのか触ってみたいと思います。湖は湖だから冷たいでしょ。あったかい。めっちゃちょうどいい。あったかい湖なのにぬるま湯。どこまであったかいんだろう。めっちゃ気持ちいいです。なんかもうあのここの掘ったところ暑いから逆に湖に入った方が多分ちょうどいい気がするけど、せっかくなのでもうちょっと掘って、あの足湯ができるサイズまでもうちょい頑張って掘りたいと思います。ありそうなぐらい掘れた。結構大きく掘れました。でも熱い気がする。もう一回触ってみよう。熱いからさ足湯できないよ。湖のお湯足す。でもあっちもぬるいからな、絶対熱くて入れないと思う。あっちで足湯する。掘れたけどちょっとあの入るには暑いと思うので湖に入ってみようかなと思います。この足はちょっと暑すぎるのであっちで入ってきます。怖い、この椅子口かけてる。あ、すごい、もう地面が熱い、地熱で。あ、ちょっと沈む。めっちゃ入ってきます。あっムニムニって足が入っちゃって、その下が熱いからめっちゃ熱い。早く向こう行った方がいいのかな。ここまで来ると冷たいんだ。
際が一番ちょうどいいです。ちゃんと湖は冷たい。ここが一番暑いから帰るのが大変。一気に帰らないと。あちゃ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 。面白い。足がスノースノなんだけど。どうやって帰ろう。足がスノースノ。はい、ということで島湯体験してみました。温度はあれだったけどめっちゃ楽しい。で、この後もうちょっとまたドライブして、シャロコが見渡せる美幌峠という峠に行きたいと思います。駐車場に停めて、あの裏に階段があるので多分そこを登っていきます。あ、すごい、あんなとこまで階段が続いてる。あっちまで行くのは結構大変そうだな。この辺でもうすごい綺麗に見えると思う。岩がすごい。すごい大きかったね。しかも真ん中にこの島みたいなのがあるのがすごいですよね。風がすごい。あっちのなんかいいですよね。 色とかすごい綺麗。でもあっちまで行く記憶はちょっとないかもしれない。綺麗でもめっちゃ綺麗。ということで美幌峠にやってきました。すごく景色も綺麗で風が冷たくてちょっと寒かったんですけど、でもなんか綺麗に写真も撮れたんじゃないかなと思います。今日はいろいろ他の湖、今はここはいっぱいあってどれがどれだか分かんなくなっちゃうんだけど、屈斜路湖でマシューコで足湯をしたりとか、今日の朝阿寒湖にいたんですけど、アカンコでクルーズしたりとか、綺麗な青い池を見たりとか、いろいろこの
アカンコ、マシュ、ゴクジチャロコ、3つ、割と、実際はちょっと遠いけど、近いところにある3つの湖を回ってみました。1日で巡れるコースだと思うので、皆さんもぜひ、ちょっと参考にしていただいて、観光来てもらえるといいんじゃないかなと思います。ちょっともう参考になってたら嬉しいです。ということで、以上、いちごタルトでした。今回も最後まで見てくれて、ありがとうタルト。ここから網走の方に向かいます。次回の動画もぜひチェックお願いします。